ピアノラの広告、ピアノラのための練習曲は、イーゴリスト・ラビンスキーが1917年に作曲した、ピアノラのための楽曲。ロンドンのエオリアン社から、ピアノラ用の音楽の依頼を受け、スイスのモルジを呼びレ、ディアブルレで書かれた。演奏時間2分15秒の小曲である。1921年10月13日に、ロンドンのエオリアンホールで初演された。 ストラビンスキーは北米公園から帰ったセルゲーディアギレフに会うために1916年5月にマドリードを訪れた。この時にスペインの音楽に魅せられたストラビンスキーは5つの優しい商品のエスパニョーラ、兵士の物語の王の行進曲などスペイン音楽に影響された曲を書いている。ピアノラのための練習曲もそうした曲の一つでマドリードの路上や 深夜の酒場で鳴らされる自動ピアノやオーケストリオンのけたたましい音に触発されて書かれた。ストラビンスキーはスイス時代とその後の一時期自動演奏に深く関わっていた。ロンドンでピアノらに興味を持ったのは1914年に遡る。結婚の演奏に自動ピアノと電気で動くハーモニウムを使用することを試みていたことはよく知られる。 1923年には、プレーエール社と6年契約を結び、主要な自作作品を、同社の自動ピアノである、プレーエラのために編曲した。ストラビンスキー本人は、プレーエラのための作業の目的を、自作が誤って解釈される危険を防ぐためと、説明している。リチャード・タラスキンによれば、オステナートに支えられて細分化された音の断片が、 互いに無関係に出現するという当時のストラビンスキーの音楽の特徴を表現するには非人間的な機械によって演奏するのが適しているという。1928年に還元楽のための4つの練習曲の第4曲マドリードとして還元楽化された。他の3曲は弦楽師重奏のための3つの商品の還元楽化だが曲奏が 全く異なるので不調和は否めない。1930年11月7日にベルリンで初演された。次男のスリマストラビンスキーによって2台のピアノ用に編曲された版が1951年に出版された。ありがとうございます。